おーおーおー、パスタが公平の登場をきっかけに大興奮です。やばい残念ながらもう公平出てこないぞ。パスタ、なんか知ってる人いるね見たことあるイケメンがいるね。マキちゃんも覚えてる、こんにちは、こんにちは、いやパスタのケツの振りが、ね、すごい。やっぱパスタが本当公平のこと好きなんだな、ね、うん、ペロペロすごいパスタよかったな、よかったな。マキちゃんもマキちゃんも久しぶり。あ、マキちゃんも覚えてるっぽいね、うん、よかったよかった何気にマキちゃんがお尻振ってんのこっちからは見えてるから、嬉しい嬉しい。あ、やる気なのだってちょっと待って見えるかな、やる気なのマキちゃん、マキちゃんにねつけといたのよ。あ、はいはいはい、うん、そうそうそう、出た出た、バウリンガル、やる気なの、ちょっともう一回やってみよう、やる気なの声あ、また地震中、解析中、吠えてないのに喧嘩する気なのだって喧嘩する気なのってやばいじゃんマキちゃん、そんな敵だと思ってたの君、ね、俺のこと尻尾振ってたのにそれかパスタに向けて言ったのか、あ、かも ね、もしかしたら取り合いで、ね、まあ、そもそも吠えてないしね、確かに、ね、なのに自信してる、すごい、そう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 、よし、ということでね、うん、今日は公平と山手線の旅だっけ、なんだっけ、山手線の旅、山手線の旅っていうね、公平の YouTube チャンネルの企画を、ね、そうそうそう、一緒に撮ろうと思って、ね、もちろんよかったねあくびしてるいや、今日はよろしくお願いします。あ、よろしく、今日はね、よろしくよろしく、マキちゃんもね、よしよしよし、よし、じゃあ行きますか、あ、待っていやーね、そばに来ないで、だってマキちゃん、マキちゃん、いやーね、そばに来ないで、どういうこと、さっきから嫌われてる、嫌われてる可能性ある、好戦的なちょっとバウリンガル、ちょっとちょっとバウリンガルの信憑性が問われるね、これね、だって尻尾振ってたから、尻尾ね、公平が豆腐パスタパーカー来てくれてますででしかも黒、あれ俺黒あげたっけ、そう、あ、そっかそっか、そうなんだ、俺あげたやつか、そうそうそう、あ、これ今俺 XL 着てるんだけど、めっちゃやっぱ着心地がいいね、あ、マジで着心地いい、着心地いい、あ、まあユニクロだからね、そう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 、いや嬉しいね、来てくれたんだ、いや来ましたよ、それ多分でも黒いから気だらけになるいやでも大丈夫大丈夫大丈夫、もうそれ本望じゃない、嬉しいことじゃなくてお母さんが映っちゃう本望そう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 、そうかそうか、うちの母も喜んだ喜んでるねじゃちょっと映っちゃったところはモザイクかけてそうですそうね、さっきね、一回浩平とね、あ、浩平のお母さんとパスタとマキちゃんがね、そうそうそう、ちょっと出会ってね、すごい、あの、喜んでくれて、そう、うちのお母さんもパスタとマキちゃんの大ファンですから、いや嬉しいね、本当にめちゃめちゃ見ててくれたからびっくりしたわすごい詳しく見てる、そうそうそう、あんな喜んでくれると思わなかったからパスタよかったね、また知り合いが一人できて、お母さん ねお前お母さん普通にめっちゃ映ってるモザイク大変だなこれ一旦こっちを置いて、あ、オッケーオッケーパスタが完全に入ってるめちゃくちゃ面白いよし、よくなんかさ、あのニュース番組の中継で後ろに映り込む人みたいな、一般人みたいなじゃあ、だって、あ、マキちゃんは、マキちゃんがヒバニーをマキちゃんがヒバニーに遊んでやべー、狙ってるね、俺が挙げたヒバニーで遊んでくれてる、あざとあざとあざと、公平が来たからヒバニーわざわざ持ってきて山手線の旅を撮ってる様子を僕が撮るっていうよし、行きます、皆さん、こんばんファイヤー、高野公平です、Thank you.
よし、すごい一発 OK ですか、もしかして。もうこれ OK です。素晴らしいね。一発ですよ。大体。ちょっと。パスタ、待て。パスタ、待て。ほんと公平のこと好きだな。さあ、それではですね、こちらのルーレットで、今日の行き先を決めていきたいなと思います。